どうもです。よろしくお願いいたします。この動画は演技講師の天本信弘が日常生活に簡単に活かせる表現方法をお届けしております。さあ、今日はどこでっしゃろう。ででーん。ということで、東京は荒川土手に来ております。気持ちいいっすね。気持ちいいっす。本当に。はい、ということで今日のテーマはですね、金八先生から学ぶ幸せになる方法、金八先生から学ぶ幸せになる方法ということでお届けしたいと思います。やっぱりですね、荒川土手といえばですね、そんでビグビー金八先生ですからね金八先生から学びましょうということでございます。まあ、金八先生私は大好きでよく見ておりました。でですね、まあ、武田鉄矢さんですね、まあ、海援隊の皆さんがお作りになった送る言葉という歌があるんですけども、そちらのワンフレーズが私大好きでですね、人は悲しみが多いほど人には優しくできるのだからというフレーズがあります。もうこの言葉はですね、本当に幸せになる方法の一つだと思います。表現方法というのはですね、なんか皆さん思いがちなのが、私表現する場がないからとかって、何か人前で何かする場がないからみたいなことを思うかもしれませんが、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はですね、表現をするっていうのはですね、もう人生そのもので、生きていること自体が表現をしていることでございます。なので人生を豊かにですね、人生を幸せにする方法というのが先ほどのワンフレーズに含まれているのではないかと私は思っております。なんかね、悲しい時はね、悲しんでいいんですけど、悲しみをずっと引きずるとかね、悲しいとか辛い時にですね、ああ悲しいなあ悲しいなってずっと落ち込んだり、辛いな辛いな大変だな大変だなって言ってね、そのままずっと生活するよりかですね、悲しいものを経験した時は、あ、これで一つ悲しさを覚えたから、同じ悲しみの人に優しくできるなとか、辛い時には、あ、これで辛い時にはこの辛さが分かったから、誰かが辛い時には一つ手を差し伸べて優しくできるなと、辛い時にこそですね、辛い時や悲しいことを経験したからこそですね、優しさを手に入れた、一つ優しさを手に入れたと思えばですね、これ人生豊かになれる幸せじゃないですか。やった、一つ成長したぞと思えるわけでございますよ。なのでね、あのフレーズは私大好きでですね、さすが金八さんだなと思いつつですね、ぜひですね、皆さんもですね、まあ、悲しい時、辛い時、大変な時あるかもしれませんがね、その時ね、少し乗り越えたらですね、あ、これで一つ優しさを手に入れたと、人に優しくできるようになったなと思ってですね、やったぜ、人生より豊かになったじゃねえかと思っていただけたらですね、この先、この先というか、まあ、この人生楽しいと思いますのでね、そういう思う思わないだけですからね、ぜひ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 思ってみてくださいというお知らせテーマお話でした。はい、ということで今日はですね、金八先生から学ぶ幸せになる方法でございました。素晴らしいですね、これ。すがすがしいですね、気持ちいい。晴れてたらもっと気持ちよかったんですけどね。ということで、チャンネル登録、グッドマークよろしくお願いいたします。またね。